どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。次は羽生だ羽生だ、俺のお客様はいる。なんで急に羽生田村降りようとしてるの。屈指の心霊スポットにさ連れて、ね、次はレイザンって書いてあるんですけど、さや、はい、本当だ、レイザンって書いてある。はい、どうもレイザンさやです。はい、やっぱ近おじいと。ということで、はい、今回なんとですね、はい、ついに8番ライクというジャンルが生まれるぐらいに革新的だった、いやすごかったよね、間違い探し、うん、ホラーパイオニアである小竹クリエイトさんの新作がついに出たということで、うんうんうん、8番乗り場ありがとうございます。いや早速やっていきたい。楽しいね。はい、これずっと楽しみにしてたね。えあれなんだね、もう出口から出れないからもういいや、ね、乗ろうって、もういいか、乗っちゃったっす。出れないっつって出れない結果乗ったっていう、うん、てかおじさんやっと電車乗れたんだよ。おじさんもやっぱさ、あれは出口に向かってたんじゃないの。めっちゃ良くない？めっちゃいい絵。いい絵じゃない？目が利くやつらだ。めちゃくちゃいい絵。めっちゃ可愛いこの絵。可愛い。おー、あ、やばい、今回めっちゃ広告ある。え、多くない？税金のご相談は税理士へ。マジなんじゃない？全部。あ、本物？あ、ほんとだ、空気読み。ほらこれは知ってるよ、ね、俺、これあれだ、お前、あの前回が好評だったから、もうむしろ広告あーそういう ね募集したんじゃない、うんうん、え、かわいい。あら、まあ、かわいい。オリジナルの絵。めんどこ。これ、QR 読み込んだら本当にいけちゃうんじゃない。うわ、本当にあるわ、この会社。全部ある。ちゃんとぬいぐるみの会社に行ったぞ。ゾーンまであるよ。あ、本当だ。え、すごくない？え、でもさ、前回のさ、だって8番出口さ、うん、超売れたじゃない？電光掲示板をご確認ください。今どこ？あ、見て。レイザン、市ヶ崎、二の塚。8番。8番か。8番。うわ、8番。え、8番出口。今からこのおじが8番で降りて、うんうん、8番の出口を俺たちがさまようところの前日さを見てるんじゃない。本当はさ、8番で降りたかったのにさ、はいはい、あの8番で折り返しちゃってレーザーに向かってるんじゃない。あー、なるほどね。俺たち昔あの東京駅からさ、うん、千葉に向かって帰りたかったのに、はい、寝過ごして折り返して、ね、起きたらね、うん、なぜか前浜にいるみたいな、うん、ありましたね。おかしいね、懐かしいですね。どういうことみたいな。どういうことみたいな。でも電光掲示板を見てくださいって、あ、なんか書いてあったよ今。どこ？右右右、電光掲示板見て。うわー、いたです。うわー、何？振り向くなって言うから振り向いたじゃん。今回異変探しじゃないのか、もしかして。おじさんの横に座ろう。おじさんの横で座ろう、うん、この空間で隣座ってくるやつ一番怖いけど。こんなに空いてるのに。怖い。おじさん何見てるの？何も見てない。おじさん違う、鉄壁のあれつけてる。そうだ、覗き見防止のやつだ。ちゃんと覗き見防止つけてる。おじさん大事だよね。おじおじさん、ツイッターで猫もやってんの？闇深いな。え、待って。で、何？わわわ、え、何？ダッシュダッシュ。え、僕らは何をしたらいいの？え、あれなんか霧が振り返る。Do not get off。 降りるな。この霧を吸っちゃいけない。おじさん、おじさん、おお、降りちゃダメだって。降りてー。やめて、降りないで、危ないでしょ。芯が俺しか殺さん。そうだって、近くにお前を殺すよ。降りたすぎる。やめて。くそ、危ねー。うーん、全ての死にパターンを体験したい。なんでそんな欲深いの。今回さ、うん、異変が起きるから探すじゃないんだ。え、なんか、あららららら、え、これあれじゃない？銀河鉄道なんじゃないの？あらららら、え、何これ、ライド型のアトラクションじゃん。最高じゃん。え、これあれじゃん、ディズニーとかでよくある。あららら、急上昇、急降下する。え、見て見て見て、空間がすごい。え、これさ、お尻つけたらチュルーって、え、てってってて、捨てってて。おおおお、これ行けるときに行く。そういうやつやった。え、そういうやつやね、マジで。見て、ほら、あ、進んだ。次は二の塚。これ8番まで目指すってこと？え、そういうことじゃない。え、やっぱ本当にビギンズなんだ。この主人公が全部悪いんじゃないの。おじさん巻き込まれ方主人公なんじゃない。そういうことだよね、うん、俺が引き起こしてるよね、すべてね。一生進んでればいいってこと、これ。ネクソって言うとなんか、ネクソ。あら、まあ、ダイナミック。ちょっと涼しい。涼しい。涼しい。降りて。空気の入れ替えも大事だから。うん、確かに確かに。涼しい。次はサンザ。ナルトに出てくるのはザブザ。うわー、すごい。うるさ。え、何もないけど。何もないがあるけど。え、そうそう、やだよ、やだよ。なんかいるね。え、怖い。ここえ、近づいちゃダメ。ここで異変が起きても起きなくても行ければ勝ち。ね、なんか書いてある。どこ？異変発生中。はい、
この車両の異変が消えるまで次の車両までは進まないでください。待って、この車両の異変って何？これだよ。わ、終わる？あ、やだ、治った、大丈夫、いいね。バイバイ。おかっぱちゃんずっとあの首の角度だから多分首痛めたんじゃない？ね、なんかあそこガタガタしてるけど。おじさん、え、いや、おじがフラミンゴの時に米津玄師ぐらいなんかフラフラしてる。え、これもしかしてさ、おじさんに近づいたらさ、おじさんがこっちを振り返ってさ抱きしめてくれるとか。おじさん首なくない？え、来るけど僕どうして、あ、え、もうダメだ、やっぱおじ愛にできること、俺お前のこと好きだったよ。嘘だ、俺なんかが来ちまったからごめん、主人公という俺が来てしまったがために。俺座ってたらいいんじゃない？確かに座るか、一旦座るか、ちょっと一緒だった、よいしょ、こっちもゆっくりしてってね。これ俺さ座った位置が本当に悪かったとかある？え、ちょっとさ、このままお尻でさ、ヒュッヒュッほっ、おーい、びっくりした、え、明るい、動いちゃダメ、うわー、かわいい子がいる、どうやらなんかかわいい子がいる、絶対にかわいくない、かわいい子がいる、かわいい子だよ、絶対、怖い、嫌だ、嫌すぎる、嫌すぎる、これマジ深夜にさ電車乗ってる人ほんと嫌だよね。結構ちゃんと怖くね、うん、ちゃんとホラーになっちゃったけど、ね、え、あれ、なんもなくね、まあ、とりあえずガンガン進むか、進む、え、開けるな、開けてください、だって誰かいませんか。おい、なんだお前そこ、世界一黒い絵の具塗ってるこいつここに世界一黒い絵の具塗ってるから何も反射してない、何も見えないよ、助けてください、え、開けてほしいんだったら態度ってもんがさ、いや、ほんとですよ、あるじゃんね、私の好きなキャラクター当ててみてくださいよ、ん、私の好きなキャラわかんないんだって、おー、あ、やっぱりね、あの、サイの好きなキャラね、ちょっと無理だから、あの、接触当てるのちょっと無理だからね、あの、仕方ないよ、やっぱ初対面だったらね。今回に関してはさ、うん、異変を見つける天才夫婦とかじゃないよね、うん、その場で即決即断できる天才夫婦じゃない、そうだね、俺たち判断力が求められてる、そういうことだよね、うん、ねえ、おじい、ちょっとお腹空いたからスカイラークの宅配頼んだよ、ここにも来てくれるよ、きっと移動してるけどなんとかなるよ、うん、なんとかなる、あー、やだ、あー、あ、どどーも、こんにちは、すごいなんかアメリカの電車みたい、確かに、かつてここの電車に乗っていた人ね、え、おじい、もしかしてそれ同僚なんじゃないの、おじい、ユニクロのウルトラダウン着てんじゃん、うわ、ウルトラライトダウン、え、でも季節は冬、ね、だけどおじいはこんなに薄着、おじい発熱してるから、かつてこの電車にはこれだけの人が乗っていたのに、ね、にぎわっていたのにどうしてこんなことになっちゃったんだろう、終点には俺とおじだけ、ということは俺とおじは生き残った運命ってこと、てか普通に行けたけど、次が縄田、あれ当たってたらやられてたのかな、いや、わかんない、もしかしたら、こいつらの記憶が流れ込んでくるみたいなことになる人一人の人生をさ、うん、一気に全部入っちゃったもんだから、脳みそがパンケーキ鼻血出るみたいな、バタフライエフェクトみたいな、あれ大好き、うん、なってるかもしれない、うん、え、どうする、急にさ、おじのさ、うん、前通ったさ、おじが急に手をパッて掴んできてさ、うん、そっちに行っちゃいけないっていう、かっこいい、好きになっちゃう、あ、好き、え、急に重要人物になってほしい、おじには、何ですか、何、え、たかしくん、その爪の長さは、たかしくん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 、その血管の出方は、その爪ちょっと残してる感じ、たかしくん、え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 、まだだんだんしない、え、なんかまだいなかった今、8番来ちゃった、おじおじおじ、俺たちが出会った場所に行けるよ、このおじは俺のこと知らないんだよ、そうだ、寂しい、俺だけが知ってるんだ、ね、なんか誰かさ、うん、寝てない？寝てそう。あ、あ、なんだ？で？明るい。明るい。明るい。え、待って。おじ、明るいよ。俺たちに朝が来たんだよ。おじ。おじさん。ずっと落ち座れたよ。俺。ずっと椅子に座ることができなかったんだ。え、終わり？え、またなってことこれ？そういうこと？え、ちょっと綺麗に終わっていいの俺？これミストのラストぐらい白いけど。マジで。ちょっと出てくる例えが不穏すぎる。これ大丈夫？また次のステージで会おうぜ。じゃあな。ああ。終わった。クリアしちゃったもしかして。クリアしちゃった。え、嘘。
俺たち天才だったかやっぱ。あの俺と王子はだって5000いくつを旅してきてるから、うん、その一番いい形が今皆さんの前にお見せできただけであって。え、王子いない。王子。王子いる。うわあ王子。そんな情熱的すぎる。王子。編19個回収してねってことだよ。でこれクリアした数ってことかな。減ってないもんね王子。ね。おじ俺にキスするさチャンス伺ってたのかな。ねずっとね何も顔見れたよ。あのかわいい。どうする。嫌すぎる。対処法は。えおっと、あ探してファインドミー。え、どこにいるの。天井に張り付いてる。え、それしかなくない。でも外か。いた、いるじゃん。ありがとう。え、満足したみたい。あ、減った。ほんとだ。あ、ちゃんとクリアしなきゃいけない、ね、さっきのオジもやっぱキスされたままじゃダメだ。ダメだあれね、やっぱり。何振り向くな出た。振り向くな出た。なんかトコトコ言ってね。ね、私たちが遅いからさ、うん、ちょっと早くいてよ、ね、みたいな感じ。見て見て、なんかある。何、誰。でっかいパン。え、でっかい顔。でっかいパンかと思った。パンではないね。こんにちは。でで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  で, 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 で。え、いるいる。え、でもこんだけ。ライナーとベルトルトじゃない、うん、前がライナーで後ろがベルトルトみたいな。え、発生中だって。また出たよ。おじ、異変が起きてるんだって。なんか起きてるんだってよ。一緒にさ、探してよ。おじ、うわぁ、うわぁ、お姉さん。お姉さん危ないよ、そんなところで。常識的な注意のされ方されて、お姉さんもびっくりだろうな。どうしよう、またおじにキスされたら。え、でも確かにおじキスあるってことだよね、まだね。ね。おじあの異変の名前、おじキス。あ、わかんない。え、何が大きい。おじおじキスだ。おじキス来た。おじキスどうしたらいいの、これ。それでは、始まりました。おじキス選手権。本日は一体どんなおじキスが見れるんでしょうか。はい、では選手をご紹介しましょう。あちら扉の向こうに見えますのがおじでございます。待って、おじが映ってる。おじ、おじが映って、あれはおじじゃないということ。おじが来たら全力でキビスを返してあそこ開くみたいな説ない、うん、行くぜ。おじ今、おじほら開いてる。ほらほら、おじすごい速さで座ったのかな。なんか書いてある。なんか書いてある。8、9、4。何？焼くよってこと今から。怖すぎるでしょそれは。焼くよ。それはさ終わってるじゃん。もう終わったじゃん俺ここで。焼くよ。焼かれて。おじのスマホを見て。スマホじゃなくてこれドアじゃないのこれ。ドアここで サイドステップマンになればいいってこと。1、2、3、4、5、6、7、8みたいな。あ、わかった。5、6、7、8で、1、2、3、4、5、6、7、8、9。そして、そして、え、天水。やめて、やめて、やめて、やめて。事務所と写真は良くない。やめてよ。やめてよ、ほんとおじ。おじ、良くないよ。良くないよ、そういうの。しかもそれ動画でしょ。ねえ、腰どうなっとんねん、おじ。ああ、おじ、法的措置。お前どうしたらいいの。お前どうしたらいいの。穴書いてある。目を離すな。おお、あ、そういうことなんだ。あ、そういうね。へえ。承認欲求の塊ってことね、彼女も。また来てる。そういうことだったんだ。なんもないときは。ジャバ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 。しまる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 。やめてやめてやめて。替えの下着持ってきてないんだよ。もうダメ、ぐっしょり。もうびちょびちょ。もう俺ぐっしょり。でも最近ってさ、ローソンとかでもさ、あの無印のさ下着とか売っててくれてありがたい。確かにありがたいね。だから何。あ、また出た、これだ。うわ、出た、異変発生中。はい、異変なんかないよ。異変なんかない。このおかっぱさんもガクガクしてないし。確かにね。釣り革から声はするし大丈夫だよ。声してんだ。ガチ異変や。あ、上。あ、ハロー。ハロー。ゾーンさん、やっぱりあなた。あなた。あるじゃないですか。しかも、あ、
やだやばい待って、うん、なんだって見るなって書いてない？嘘文字がまた熱烈に今度はやばい。どこにいたっけ？真ん中にいたよね。うん、お直筆チャレンジ2回目。あおじいまーす。好奇心に負けた。今おじ何してんだろうって乙女心が、俺の乙女心もてあそびやがって。おじい、おじい、ほらおじい、もうお前になんか興味ねえよ。もういいよおじい、ほら見てくれこの卓越したスクール。これ卓越した絶対におじいを見ない。そう、絶対に見てやらない。しかももう、いやもうここで今さ、うん、あおじい今何してんのかなってちょっと後ろ振り向いたらさ、いたんだよ。ダメだったんだよな、その気持ちが。え、そうだよ、俺のおじいへの気持ちがさ、ね、最悪だよ、唇も奪われて。そうだよ、気持ちをもてあそばれてさ。しかもおじいは俺のこと覚えてないんだぜ。あ、なんかいた。あ、やだ、何がいた。よいしょ、あれだ、目を離すなお姉さんか。あ、まずい、これこれあれだ、この間近づいてくるんだ。あの暗い間近づいて、わおつやつや。さあ起きて、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 さあ、さあ、さあ起きて、さあ起きて、さあ起きて、驚いたよ。全員のスイッチ入れてる。あー、めぐいだ、つやつや。え、何がどうしたらいいのこれ。この中からおじを見つけるんだ。やばい、おじダメ、違う、この中にはいない、おばあちゃんって言わなきゃいけない。大当たりお座り、お座りと。どう最近、どうよ、元気？エアポッツの擬人化みたいな感じだね。こいつら耳に入ってると思ってやだな。開いてる。そっちだった。さあ行くよ、行くぜ。え、まもなく、お、ま、これまた車両発生中だ。可愛くない、可愛くない、可愛くないよ。せっかく可愛い絵ですのに。あと、え、待って待って、もう終わる、コンプするぞこれ。すごいすごい、いけるよ。あるある、まただ広告を見ていくんです。あ、待って、右。お前ら、お前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 ら、どう、そんな、いいのかよ、空気読みでそんなことして。空気読めなかったらああなるってことのさ、暗喩じゃないあれ。怖っ。空気を読まない人間に対してああやってくる世間は。やっちゅ、やっちゅ、いやゲーミングマンション。ね、見て、全然違うとこついた。え、これ新幹線05じゃん。ドアがない。しんちゃん、お金返して。まだ借りてたの。とりあえず座るか。あ、開いてる。外じゃない？ほら。ほら。誘い込まれ、え、何？おい、ほらね。ここは。え、あ、赤いライトの中でお絵描きできるのか。ふぅーでん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 。懐かしい。あったあったあった。うち目悪くなるよ、そんなところでさ、スマホいじってたら。やめとき。なんでこんな中でさ、お絵描きなんかできないんだよ。そうだよ、証明したから俺たち。いやね、本当に色わかんないんだよあれ、むずいのよ。え、何すんのそんで。赤いよってことなんじゃない。え、嘘、赤いよで終わる。嘘でしょ。赤いよ。え、そんだけ、あと2。やった。あ、やだ、この暗くなるのやだ。え、何、え、なに、チカチカ、あー、寒い寒い寒い。おじ大丈夫だった。おじ大丈夫、おじダメだろこれは。おじザクザクだろこれも。え、これおじを、あ、終わってない。おじバリア。すごいな、おじ。さすがのおじだぜ、ね、え、待って、嘘、まだまだ異変起こしてたい。もっと異変を味わっていたい。いや嘘だろ、あと一つだっていうのかよ俺たち。おじ、やだよ、おじとの別れの時、やだよ。え、わ、ダメ、入ってくんのもダメだよ、汚いの。よくないよ、シャワー浴びな。え、俺、俺がやったの。あ、ばばばば、結構いい音する。わ、汚い、汚いね、わ、汚いね。掃除する人の身にもなりなさい。この中におじの手形があるよ。どれだい。お母ちゃん、ダメ、おじはいない。なんで一緒、千と千尋の話してんの。え、え、え、やだ、止まらないで、止まらないで。待って、え、これついた、本当についた。あれあれあれ、さっき俺は霧の中に消えたのに。あれ、おじ、おじ、行こうよ、一緒に行こう、行こうぜ。え、おじ電車、
おおーやびっくりしたポロるな、なんでポロったんよいや、なんかあるんかなと思って。わー、着いた。着いちゃったな。疲れた。ここは終点だけど君は今始まりにいるんだ。意味深なことだけ言って、うん、考察中沸かすだけのやつなのぞどえ、なんもない、本当になんもない、わーい、広ーい、わー、終わってしまったか。もしかしてだけど、ここから8番出口始まるんじゃないの、じゃないの。やっぱ8番出口ビッグス。え、そうじゃないこれ。あ、8番出口じゃん。僕らはいつも一心でるし。おい、ほら当たっちゃったじゃん。そういうことじゃん。すごい、やっぱり前日誕だったんだ、ね、8番出口ビギンズだったんだ。あ、ここはってとこで終わったら、うん、後味悪い系ホラーのエンディング